アメリカ社会党は20世紀に存在したアメリカの社会主義政党。1901年に結党され、1970年代に分裂するまで存続した。社会労働党の一派とアメリカン鉄道労働組合のプルマンストライキのベテランによって1898年に結成された友人イ・デブスの率いる社会民主党が合併して、1901年に結党された。 決闘初期の著名なメンバーには、友人 V デブス、ヘレン・ケラー、ジョン・リード、アプトン・シンクレア、ジャック・ロンドン、ビクター・エールバーガー等がいた。1904年大統領選のポスター左が、大統領候補の友人 V デブス、右が副大統領候補のベン・ハンフォード1910年には、ビクター・エールバーガーを連邦議会会員に送り、1912年の、 大統領選挙では6%の得票を得た。しかし、共和党、民主党がアメリカ社会党の進出を規制政党に対する批判と受け止め、同党の政策を取り込んだことから、同党の存在意義が薄れた。また、同党が第一次世界大戦に反対したことから、アメリカ国民から非国民呼ばわりされ、党制が衰えた。 第一次世界大戦及び1917年の10月革命を経て、1919年には改良主義的な路線に飽き足らない左派が離島、アメリカ共産党及びアメリカ共産労働党が分裂独立する。この後、大統領選では1924年に進歩党のロバート・ラ・フォーレットを支持した後、1928年からは独自候補の擁立に転じ、たびたび、 ノーマン・トーマスを出馬させたが、社会党は小規模化社会員の議席も失った。フランクリン・ルーズベルト大統領のニューディール政策や、アメリカ共産党の存在により、社会党の主張の独自性が失われたことが、要因として挙げられる。1951年にはすでにミニ政党ではあったが、社会主義インターナショナルの創設に加わった。この間、 1948年から1960年にかけてフランク・ザイドラーがウィスコンシン州ミルウォーキーの市長となった。ミルウォーキーは現在に至るまでアメリカで社会主義者の市長を要した最大の市である。1958年にはマックス・シャハトマン率いるトロツキストのグループが加入し、党の執行部を掌握する。1972年から1973年に かけて、社会党は、反共主義的な社派とン画が、ベトナム戦争とピックスワン事件への賛成と、新左翼への対抗を打ち出したことから、これに批判的な左派のアメリカ合衆国社会党、中間派の民主社会主義組織委員会、肯定的な右派の合衆国社会民主党に3、分裂した。うち、52社が、社会主義インターナショナルに残留した。ありがとうございます。